今日もスーパーに行ってきたので購入品を紹介します。今日はまたお水を買ってきました。チキンクリスプですかね、チキンのクリスピーを買ってきました。冷凍品なんですけど、お肉を買うかどうか迷って3つで8ポンドだったんですけど、かなり量が多くって賞味期限までに食べきれないなと思ったので、ちょっと冷凍品にしました。で、あとはホットドッグ、これは中にソースが、ケチャップと多分マヨネーズかマスタードが入ってますね。これはバーベキューバーガーです。で、あと普通のバーガーを買ってきました。全部1ポンドです。で、あとはサラダを買ってきました。ちょっと賞味期限が明日で短いんですけど、半額になってたので買いました。で、あとはパンです。これ1ポンドで4つ入ってます。今日はですね、図書館に行ってメンバーズ登録をしてきました。何のためにしてきたかっていうと、コピーですね。日本だったらコンビニとかでサクッとコピーできると思うんですけど、コピーの場所が街中にないなと思って、で、図書館に連絡したら、まあ連絡というかメールをしたんですけども、結構街のコピー機よりも安い値段でコピーとプリントができるっていう風に回答があったので、とりあえず図書館の ID を作ってきました。今日のところは印刷したりコピーしたりっていうのはしてないんですけども、一応値段が15ペンスと A4 の白黒で15ペンスっていう値段でプリントアウトができるっていうのが分かったので、必要な時があれば図書館に行って印刷機使いたいなと思います。で、パソコンも1時間無料で使うことができるようです。まあショッピングモールとかを今日は散策して、で、帰りに電車で家まで帰ってこようと思ったんですけど、乗る駅を間違えてしまって別の路線の電車だったんですね。一回改札を出てしまったんで、そこで料金が取られてまた別の駅から乗ったんで、ちょっと今日は 1.7 ポンドを損してしまってすごくショックです。結構買い物とかで節約して買ってたので欲しいことしたなと思ってちょっとショックです。あとはまだ私はですね、語学学校に行ったりとかしないので、こっちに来てお友達ができてない状況です。なのでイギリスに来て英語をあまり喋ってないかなっていう状況で、まあ、一応大家さんとはコミュニケーションをとって喋ったり、まあ、街でまあコーヒーとか買う時とか、まあ、今日図書館の人と手続きをする時にちょっと喋ったりとかしたんですけど、まあ、お友達と会話とかまだしてないですね。電車に乗ってる時にちょっと日本人っぽい人を見つけて喋りかけようと思ったんですけど、どうしようか迷ってやめました。 VRP っていう在留カードを取りに行くんですけど、で、それは2日前に取りに行って、まあ無事取れたんですが、私はキングクロス駅で受け取りをしたんですが、まあ、キングクロスの周辺を歩いているとジャパニーズっぽい人が結構街を歩いててすれ違うなと思ってて、いやもしかしたら分かんないです、中国人か韓国人か別のアジア系の方かもしれないですけど、まあ雰囲気を見て多分日本人かなって思う人と結構中心地に行くとすれ違うなと思ってます。まあキングクロスの周辺を歩いてた時に結構あそこら辺語学学校があるみたいで、学生っぽい語学学校行ってる風の人たちがキングクロスの周辺でお昼ご飯を一緒に食べに行ったりしていて、語学学校行ってたらこうお友達が多分初日でできたんだろうなと思って、いいなっていうふうには思いました。
まあ、でも自分で選んで語学学校行かないっていうふうに決めてきたので、まあ、後悔はしてないんですけども、これからどうやって人と出会って会話とかコミュニケーション取ろうかなっていうのは迷っております。あとは本当に銀行の口座ですね。ちょっと今これに手間取ってます。今そうですね、審査中なのでまだ返事が来てないっていう状況なんですけど、結構ネットとか見るともう5分ですぐ解説できたっていうふうに記事が載ってるんですけど、私は5分で解説できなかったんで、今それが結構不安な点ですね。まあ、また状況が変わり次第お伝えしようと思います。